ちゃんとの福岡旅行。見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。この動画ではカービィカフェ博多に行った時に楽しかった場所、そしてぜひカービィ好きの方に行ってほしい場所を紹介していきます。カービィカフェ博多のレポ動画と合わせてお楽しみください。大きく分けてカービィカフェ博多の近くで3店舗、博多の近くの駅天神で4店舗、それからもう1箇所合計8箇所あります。ゾフキャナルシティ店、カービィカフェ博多のすぐ上にあります。カービィコラボのメガネが売っていてとっても可愛いです。去年の秋に発売して私も買いました。ザ・博多ギフトショップ、カービィカフェと同じ B1 階にあるお土産屋さんでカービィのご当地キーホルダーが福岡4種類と大分1種類置いてありました。それから限定クリアファイルもあってすぐに購入しました。バンダイナムコプロセスストア、こちらもカービィカフェと同じ B1 階にあるショップです。とても広くてパソコンコーナーにカービィガチャがあってフォトスポットがあります。ホビーコーナーにはカービィグッズが売っていてゲームセンターも入っていて、いろんなジャンルのグッズが手に入ります。それから直接カービィとは関係ありませんが噴水ショーが綺麗で見応えがあります。キャナルシティでのおすすめスポットは以上です。天神、博多から地下鉄で3駅の場所で、ここでは4箇所のおすすめスポットがあります。雑貨店インキューブ天神店、東急ハンズやロフトのようなお店でビルの M さんから5階までと広い敷地の売り場が特徴的です。ここではカービィグッズが結構な数売っていて、広い面積を生かしたディスプレイが綺麗でした。調べたらスイートドリームスのキャンペーン店舗にもなっていて、この地区のカービィショップ代表と言っても良さそうです。キディランド福岡パルコ店、福岡パルコの8階にある店舗で、インキューブよりは売り場は小さいですが、福々マーケット限定商品を取り扱っているのは強みです。それからご当地キーホルダーとクリアファイルを一気に買えるのも良いですね。ヴィレッジヴァンガード福岡パルコ店、同じく福岡パルコの6階にあるお店です。手作りのポップが愛にあふれています。グッズの陳列はギュッと詰まっていて可愛いが凝縮されています。サウンドマスコットが特に押されていますね。それからダニーチュロス天神店、一見普通のチュロス屋さんに見えますが、なんと推しチュロスといって好きな文字のチュロスを注文できます。私は今回推しのカービィ、英語でカービィワドルディを作ってもらいました。前日までにインスタグラムで予約をして当日あげてもらえます。推しのカービィは文字数が多くて分けて作ってくれています。フレーバーは9種類あって色が少し変わります。カービィの文字はフランボワーズにして少しピンク色になっています。感動ポイントがチュロスの形もそうなんですが、袋に貼ってくれたシールに何の文字のチュロスが入っているか分かるだけじゃなくて、可愛い手書きのイラストを描いてくれるところです。星のにはワープスタート H ステージ、カービィには無敵キャンディーとマキシムトマト
ジュロスはハート型などにもできて、一緒に撮りたい星に合わせてご注文できます。お値段は文字数によって変わります。すごく大きくて食感は外はカリッと中はもちもちでとっても美味しかったです。場所はキリュー&やヴィレッジヴァンガードがあるカルコの隣にあるソラレアステージの地下にあります。天神については以上です。それぞれがすごく近い場所にあって短時間で全部回れます。最後に福岡の観光名所糸島を紹介します。博多からは電車とバスを乗り継いで1時間ほどかかります。私は今回ヤシの木ブランコがある場所に行って海辺のフォトスポットで遊びました。他にも楽しそうな場所がたくさんあるので、機会があれば行ってみてください。今回はカービィちゃんとの旅行記録を動画にしていきました。前にツイッターでおすすめスポットを聞いたときに教えてくださった方々、ありがとうございます。手に入れたグッズをざっと紹介します。お土産屋さんでご当地カービィのぷっくりアケーホルダ、福岡の太宰府、大分のカボス、長崎のカステラ、太宰府モチーフのクリアファイルを買って、カービィカフェ博多でポストカード、コースター、マドラーを手に入れて、インキューブでアワアワマドちゃんタオルを衝動買いしました。ぷっくりアキーホルダーはまだもつ鍋とアマオを荷を持っていなくて、今回は見つけられませんでした。次回はサービスエリアや他の区域のお土産屋さんなども巡って、よりじっくりと探していきたいところです。お土産のお菓子はナンバーオーライ、ホイユッパイとカステラを合わせたような焼き菓子が特に気に入りました。おすすめはラズベリー味です。今回はこの辺りで終わりにします。このチャンネルではカービィに関する情報や手に入れたグッズを紹介しています。よかったらいいねボタン、コメントをいただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。